あ、実際マジでミートさんうまかったな。お願いします。これで聞こえない？声聞こえる？じゃあユウさん、梅さん、梅さんまだ声聞こえてますよ。聞こえてるよ。あ、聞こえる？あ、ちょっと待って、じゃあ、これだ、うん、これはこれでどう？これどう？聞こえてる。聞こえます、聞こえます。あれなんで？あ、じゃあ人力、人力でいいよ。梅ちゃん人力でもいいよ。いやいやいや、別にこれでこれで大丈夫だね。ちょっと待って。そんなに人力ってダメなんだね。あ、できたできた。あれね、2個ずつぐらいやっていくのがいいんですね、多分今の。まあそうだ、ね、なし、あの、あ、白取られてもいいやっていう選択肢は結構大事かも。あ、ね。いや、ミーさんマジ邪魔だったわ。あれ早く消してくんねえかなと思ってた。だ、俺の問題はミドダウルスと1月とかそういうのをくっつけなきゃいけなかったんだけど、ちょっと俺の頭で出なかったね。牛年度だったからいけたのかな。いやいや、無理だよ、厳しいよ。ミドダウルスと1月は厳しいと思う。いや、俺獣で、ペットと来ようって来たかったんですけど、獣ってワンチャンミノタウルス届いちゃうかな。ね、そうそうそう。ああ、確かに。いや、だからね、本当にね、いい勝負だったよね、ミーさんの。本当握手マジで、うん、だから。もう話すのやめよう、話すのやめよう。本当握手だけしてる、本当に。クリスマス、クリスマスだしね。クリスマス、そう、クリスマスだし、マジで。ごめんなさい、ごめんなさい、なんか、ごめんなさい。今日だけは、今日だけはね、今日だけ、今日だけ聖なる夜だから、今日だけは。オッケーオッケー。シュートはわからんもあるから。いやー、マジ圧勝、わからんも、圧勝だったな。いや、いい勝負、本当にいい勝負だった。本当圧勝、うん、法律価値あったからね。法律、法律、ええどこのこと言ってる。法律、あ、法律ね、うん、あるね。法律読めてんじゃん、読めてるからもういけんじゃない。法律わかるでしょ。え、そう、ゴータさんマジで聞いてる感じで言って、ちょっと今残念だったね、今。シュート君がだって、いや、いや、いや、そう、いや、そうっすね、そう。いや、なんか今、権田さんが本当にこいつ知らないのかなみたいな。あ、来た来た、安全、安全地帯。それだって、釣りじゃん。安全地帯って、ロッパイ。あれ、音楽もありましたよね、なんか。安全地帯って。ちょ、俺らなんだ、今。あ、ごめんごめん、逆だ。俺ら自分の番だと思った。今、俺らなんで。これさ、やっぱりシューティング的な、まあ、無敵にはあるのかな。あ、そうだね。あ、そうっすね。これどう思いますか、ほか。安全地帯。安全地帯。例えばこれ、玉置浩二の安全地帯とかっていうのは。それもあるんだけど、ホテルなんて歌はないよね。ないです。ないはずです。あれなんだっけ、あいつの歌。田園とかだよね。田園です。はい。あとは。あとは、まあ、ミスターロンリーとか。今以上、これ以上、ワインレッドだよね。ワインレッドです。ワインレッドの。何の話してるんですか。ね、ごめん、わかんないよね。っていう、昔バンドがあったんだよ。ああ、はい。で、その中の、有名な曲の話を今、黒人さんとして。あ、無敵、無敵、とりあえず、いきますよ。よし。安全地帯。はい。大丈夫。無敵、はい。いきましょう。はい。で、あともう一個。これさ、ちょっといいですか。はい、どうぞ。ドドン、なんかそのシューティングゲームのドドンパチ的なところで、うん。なんかここ、集中。集中砲火。集中砲火来ても安全地帯だよって言いたいってこと。いう、なんかその安全地帯とこうイメージ的にこうアンチアンチとか言うじゃないですか。その確かに。シューティングゲームで。うん、言う言う。でシューティングゲームを連想させるものが集中砲火ぐらいかなっていうのちょっと思った。そうなんですけど、それだとしたら無敵と集中砲火で多分おそらくだけど、別にそのドドンパスで良かった気がするんですよね。確かにできそうです。違うな。安全地帯って言ったからスポットじゃない？違う？ありえる。ああ、そうだね。そうだね。俺もスポットの方行きたいな。だよね。行っちゃっていい？こと言ってるもん。行っちゃっていい？いい。行っちゃいましょう。行きます。行きましょう。オッケー。オッケー。ナイス。やる。オッケー。やる。よかった。よかったよかった。気づけた気づけた。俺ユウさん、ユウさんが玉置浩二のこと口パクだと思ってるのかなと思って。あんなにうめえのに。俺も何も触れられねえと思って。あんなうめえやつが。あぶねあぶね。よかったスポットで。だってあれでしょ、そう、なんかミュージシャンとか、なんか裏方の関係の人で誰が一番歌うまいって言ったら、みんなが玉置浩二って言うんでしょ。玉置さん、そうですね。そうね、実際にめちゃくちゃうまいらしいよ。めちゃくちゃ、今一番行きたいですもん、俺コンサート。へえ。でも口パクかもしんないですよ。もしまあね。実際は。オーケストラバックにしてる。ポットがたまたま赤かもしんない。今、まだわかんないですよ、ユウさんがこう。ポットたまたまかもしんないです、これ。いや、これ恐ろしいことで、音楽業界の人が言ってるの。俺らが悪ふざけで言ってるならいいけど。クリスマスですから。なんかクリスマスだと何でもいいと思ってる、もしかして。何しても捕まんないって聞いたんで、クリスマスはもう。明らかに認識が間違ってるの。さあ梅ちゃんどうするこれ。いい感じよ、ゆうさん早かったですね。時間かかってますね。予想も良かった。うん。じゃあこういう時言わないの梅さんに。早く来いよっつって。
いや難しいんですよ多分問題が。今だ今だ今めっちゃ気使ってんじゃん。今だ。いやあと一気に来るかもしれないです。4枚とか。今だ今だ。何すげえ気使ってんの。どうしたのお前。いつもと違うよ。いやこれもうもうあと一分。分かんない。呼び捨てする時あるじゃん。今呼び捨てしてうん。一分半過ぎちゃうほら。呼び捨ていいかもしれない。呼び捨てでいい。いやはっきり本人に聞こえちゃうんで僕いないとこでしか基本。夢って言わないんで。あんまいないところで呼び捨てしてる。基本的にいないところで言うんだ。あそっか基本的にいないとこ言ってるもんな。なるほど。あこれ超高か難しいんだな。あこれ難しいんだ多分難しいんでしょうね。結構早いイメージがあるんで梅さん確かに、ね、これで1はさすがにないと思うんですよ梅さんに限って。いやサンちゃんそれはやめてよ。その梅ちゃんだからさ1はない。ああ自己弁護周知法か法律かあれあらがう自己弁護であらがう。でも法律は多分丸ですよね。法律は良さそうっすよ。これ先開けます。法律開けましょう。開けます。なんだ。集中砲火な気がする。集中砲火で自己弁護する。すねうん、一応俺自己弁護で抗するってイメージあるんで自己弁護。まあ抗うか集中砲火。あとはないよな。ないっす、ね。うんどっちかだと思う。ここはあの集中砲火食らってるジョビンさんの意見を聞きたいですね。確かに。うん、どっちですか？アラがいました？それとも集中砲火？なんかチーム変えたいとりあえず。これさすがに黒はない黒はないと思うけど。チームメンバー一回入れ替えたい。はい。もちろんどっちもだから。集中砲火と思います。集中砲火にしましょう。はいはいはい。オッケー。集中砲火で。はい。はい。ドリキンさん慣れてるでしょこれ。ちょっと待って。これ後で梅さんめっちゃ。いやこれはね。俺はフォローできない。俺はフォローできないわ。ジョビンが決めたよね。だジョビンが決めたよね。もう。ジョビンが終わりだよねもう、うん、なんでそんな感じなのみんなてかさ集中砲火で無敵あるってことはもしかしたらさ安全地帯そっちだったのかな。いやそうそんな気もしますね。で怖いね。口パクですよやっぱ。いやいやいやでも4つ目絶対だったら4ってやるわ口パクじゃないよ。あらがだったかな。多分あらがじゃないかな。他にないもんな。いや集中砲火多分美味しくいただけただけだな多分これ。集中砲火ってめっちゃ難しいから。いや僕じゃスポットだったと思いますよ。ねえ多分地帯って言ってるからね。いやでもやっぱ梅さんだからその集中砲火と抗うで迷うことも織り込み済みになったような気がするんですよね俺は。え片方赤ですけど。うん。であジョビンさんに聞かせに行った。そうなるほど、ね、そこまで考えてそういうことをエンターテイナーすごいドラマチックな演出をしてるんだと思うんだよな。でジョビンがもう二度とね、日の目浴びなくなる、うん、なるようにするってことですね。誘導してるんですか、梅さん。誘導した、うん、そう。チームのことよりも、とにかく俺を潰す。とにかくジョビンを潰すこと。潰す方向で考えてるんですね。コードネームとかじゃないから。あ、水。あ、やべえ。3つ目できた。パンツだぞ。水鉄砲でしょ。で、ホテル。ホテル。なんか、1、2個ぐらいペットボトル置いてないですか、絶対。ああ、まあ、あるね。一番沈下水かな。ちょっとありそうですね。あと月って水のなんかあるじゃんね。なんか場所。え？そうなんですか。なんだっけな、あのなんかあるんですよ。その月っていろいろ場所があって水関係してた気がする。あ、へえ、じゃあ月から行きましょう。いや、待って月から行きましょう。あ、やばい先に行かれた先に。先に行かれた。うわ、今ドヤ顔言ってたから先に違う。だって俺さ。いや月よりジャングルとかの俺ちょっと水のあるね。でもだって月にあるらしいですその水のスポットが。いやだって俺じゃ水はないよ。水はないんだけどあのね、あ、はい、場所の名称があるんですよ。あ、水っていう場所があるんですか。あ、水のなんちゃらとか なんとかのなんちゃらとかあるんですよ。それ絶対月じゃないですかそれ。いやただって俺と3分の1しか知らないんでこの情報。シュート違うんだよお前。引き下かしたいだけなんだよお前。何なんだよお前。いやだって黒人さんに圧をかけるお前俺を潰したいのかお前。俺を潰したいのかお互いチームメンバー潰した。俺も無償入りかお前。いやでもモーターもでも全然あるよ。でも俺もモーターは全然あると思うんですね。モーターってあれか。いやでも水協定あのジャングルの方が丸いかな。ジャングルかホテルだよね多分一番近いのは。じゃあ俺ジャングル欲しい。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。あ、じゃあ一回休みますか。おおおおおお。ナイス。やばい。ごめん。73つける。ごめん。大丈夫。梅
メさんならここスーパープレイを絶対。全然ね、ゴンダさん押してよかった、ごめんね、時間見てなかった、ごめんね。よかったよかった、すいません。まあ一個抗うでね、一個多分分かってるから。水が、うん、6三か、そうね、そうね、取れる。で向こうは多分シュートが黒人さん潰しに行ってるから東京ゲームショーイベントエキシビジョン、あーいいね、あーそうでしょうね、それがないっすよね。口パクの人いました、東京ゲームショーいないじゃないかないないっすか。じゃあこれはライスの人いないっすよね、はい、東京ゲームショーにいるだろうけど違う絶対いるっすね、絶対いるだろうけど違うと思う。ミニスカートのやつ見たよ、うん、ミニスカート、これ間違いです、イベント両方いけるでしょ。不愛想なミニスカートはいた、まあ、イベントとエキシビジョンは相当、そうそうそう、うん、オッケーオッケー。ワンチャンイベントは間違いないと思うんですけど、抗う先でもいいかもしれないですね。イベント先開けて抗うやって、うん、エキシビジョン行きます、ね、きます、オッケーオッケー、はーい。じゃあイベント開けます、はい。で抗う開けて、うん、いいね、なるほど、いい感じ。エキシビジョン、ね、行って、オッケー、行きます、オッケ ー、まだあるまだあるまだあるね。でもこっちミスってないからね、余裕だね、ミスってないです、そう、うん。いや、ゆうさん後半グダグダになる感じな気がするんだな、俺。やめてください。俺は安定しそうな気がするんですね。3だから111だと負けるよね。多分22で来るから。いや、そうですね。21だったら勝てる。21だったら勝てます。1回でも2出ればもう、そう。1、2でもどっちでも。はい、2個つなげてくれればね、全然もういける。さっきみたいにね、俺とミートさんのすげえいい勝負みたいな感じでね、お互い開けれないやつがあるんだよ、多分。ああ、それは。はい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 。あの名勝負よ、そう。勝負じゃなかった。勝負。圧勝だったけども、それはすげえ名勝負だったの、あれと一緒でね、マジで圧勝だった、圧勝だった。あと2回は、名勝負の可能性あるよ、うん、あと2回は遊べた、俺は。これ後半の方がきついんだよな。あ、でも考えてるね、むずいんだろうね。確かに。さあ、先に1個だけとか開けて、まとめて最後にやるって誰かやってましたっけ。狙ってやってた人は少ないと思う。うん、やっぱ難しいのかな、それ。ボンちゃんとかやってたな。うん、やったやった、確かにすげえ取ったよ、ボン。確か最後に、うん、初手1とかやってて、うん、後半に、ね、そう。だって開幕アイドルで7とかいったもんね、初あれは伝説だったよな。でも実際に結構開けて5個くらい開いたもん、だった気がする。いや違う違う違う、開幕で開幕が光アイドル7ってやって光源氏踏んで違ったんですよ。あ、そう違ったんだけど、そうだっけ、そうだっけ、そうか、違ったんだ。だボンちゃんの中で、ボンちゃんの中で光源氏がアイドル認定されてなかったんですよ。そうか、そうか、そうか。元祖アイドルみたいな人たちなのにね。いや、そうだ、間違いない。ローラーって光源氏でいいよねって言ったら白かったっていう。いや、いや、ビートマン違うんですよ。相手だったんですよ。相手だったんですよ。あ、そっかそっか。はい。それでこいつ終わってんなって一気に信用がなくなって。なんかで最終的にはね、そうピストンの腰1とかやりだすもんだから、そうだそうだ、もう認定されたんだよね。そうあれ、ユウさん大丈夫、時間がいいね、いいね、この兆候は多い、全然全然、まあ1でも行こうか、1でも前に進もう、全然1でも3でも、いやー、ここで1は良くないと思うな、俺ユウさん、ここで1はない。おアビリラビー、カタカナ入ったってことだろ、俺カタカナ入っちゃってアウトなんじゃないですか、これ。じゃあかけないんだから、運に出てんかないの、アビリラビーン、誰ですか、俺知らないです。音楽、アメリカアイドルみたいな、アメリカじゃない、イギリスじゃない、あれそうなんですか、多分そう、あの向こうの浜崎あゆみみたいな、ちょっと待って、分かんないけど、名前がなんか不愛想だな。え、何これ、え、分かんない、どれだ、あ、ロックかな、ハードロック、これでしょ、多分口パクか、それ口パクいこう、口パクいこう、自信あとは不愛想くミニスカート行く？残り1秒。ミニスカート。ゼロ。あ、オッケー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 。え、女性なんですか？女性。ああ、女性なんだ。あれあるかこれ。ああ、いい。そうね。考えとこ。今の。アビリラミア、なんと一個なんだ。なんだろうね。ロックっちゃロックだけどね。どういう、あ、ロック的な。ちょっとロックっぽい感じ。だハードロックの可能性はあるんだけど。え、じゃあ、ブアイソありそうだな。ある、全然ある。ブアイソ全然ある。モンスター。4だ。え？確かに4モンスターポケモン、マジポケモンのポケットですか、はい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 、あとはいはいはい、トナカイも一応あんなのいたらモンスターっすよね。
でロデオもなんかこう暴れ馬だからモンスターっぽいかも。ロデオモンスターっぽいですよね。起きたかこれ。トナカイモンスターかな。怖いな。でもまあどれかって選べてトナカイが変のかな。一番前のポケットっすよね。ポケット開けていいですか。俺も開けましょう。開けましょう。開きます。あとロデオはモンスターな感じするけどな。ロデオって馬に乗るやつっすね。そう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 。はい。モンス。いやこれね4苦しいはずだから多少遠くても届くと思う。からロデオいいんだ。ロデオはいけると思うんですけどね。モンスター分厚モンスターの愛想わかんないもんな。モンスター確かに分厚そうで日記。梅さんなんかアメリカ軍を脅威に感じてる節ありますか梅さんは。いや多分そういう政治的思考は持ってないと思うんですけど。でも強いからまあモンスター級ですよね。確かにね。うん。ハードはありえそうじゃないですかモンスター。モーターはモーター。なんかない、うん、あの漫画にすげえモンスターみたいなモーター。モンスターエンジンみたいのかな。うん。あるかな。俺ハードがある気がするんですけど。ハードモード厳しいみたいなモンスターと戦うの。あ、モンハンとかのね。ああ、モンハン。あ、待って、ロディオは俺そうと思うんですけどね。もう無理やり多分やってるから。じゃあロディオ行きましょう。ロディオ行きましょう、一回。はい。オッケー、了解。オッケー。毎回やめて、それ言うの。そんで、毎回プレッシャーかけて。確かにハードありかも。ハードで、ね、トナカイもモンスターじゃないですかあいつ。確かにもう無理やり入れようと思ったら多分トナカイも。トナカイ入りそうじゃないですか。トナカイハードじゃないですかこれ。苦しいはず、苦しいはず。トナカイ言っていいですか。オッケーオッケーオッケー。行きましょう。トナカイ押してください。スミさん押してくださいトナカイ。はい。オッケー。でもこれちょっとハードしかないですよこれ。ハードかな。ハードしかないでしょ。ハード。あ、ハードいいんじゃないかな。チョビンが決める？これちょっとみんなで、あのこれ責任はみんなでね。行きますよ。チョビンが。今のはジョビンさんだな。ありがとうございます。モンスターかな。モンスターつったら月でしょ。いや、それそうっすよね。月しかないでしょ。なんで月なんですか。月はちょっと。月は無理だろう。月は無理やって。これはでも。ジョビンさんミスっちゃったな。ちゃちゃ、あの大猿。モザルイメージしかわかんないね。ドラゴンボールか。狼男とかさ、狼男とか。木を見て変身みたいなね。そう。うわー、やっぱりそっちだったんだ。俺今聞いてたんだけど、ハード最初に言い出したのはジョビンでしたね。そうでしたね。ジョビン。ジョビンなるほど。作りましたね。これでも梅さん、悪いやつ誰もいないです。みんな本当全力で頑張った結果なんで、僕も梅さん攻めできないし。俺は本当しょうがない。ユウさん、アビリラビンってアメリカ軍もしかして？すごいごめんなさい、アメリカ人って思ってました。すみません。あれ多分イギリスっすよね。まあまあしょうがない。多分アメリカだったんだな。アメリカ軍と口パクだったんですけど。はいはいはい。もう十中八九は邪魔すぎて、もうね確かに。それ以外で。とアメリカ軍で次何にしようと思ったの？いやそうだから迷ってた、どうしようかな。でもなんかジョビンさんがハード言い出したから、あ考えなくていいなと思って。あごめん。そうジョビンがねハード言い出しちゃったんです。もうなんかジョビンが最初に言ったんだっけ。最初に言ったよね。何目だった気もするけど、しかも一回書き消された後でもう一回言ってましたからね。あすいません、アビリラビンカナダらしい、すいません。まあ、じゃあまあアメリカ近いのかな。近いかな一応ね。いやなんかおめちゃん演奏してるから十中八九怖かった。違うんだよね、そのアメリカ軍は届いちゃいそうだなと思ったんだよね、モンスターでね。うん、ああそういうことか。一回だから十中八九のヒントを出したときに、ついでにアメリカ軍とか取られちゃいそうだなと思って。いや一応出たからさ一回。うん、なるほどね。あとね22でもねあんまりいいヒントが思い浮かばなかった。トナカイポケットとロデオ付きで、むずいよな確かに。だったらもう勝負。よく考えたらそうだな。まあ、うん、ありましたね。月までたどり着けなかったジョビンさんが悪いだけで、梅さんはジョビンがいるときちんえるなぁ。これ僕あのちゃんと勝つんで、それでちょっと許してください。シュートは頼むわ。もちろんもちろんシュートは俺らな。マジ全力、今まで以上に一番頑張る。ちょっと仲良くやろうぜ、シュートな。俺ら。え、これ僕が押すんですか、スパイマスターに参加するって。そうそうそうだよ。ジョビンと梅原の関係はまずいじゃん。さすが俺ら仲良く、俺ら仲良く。そうですね。ちょっとチームワークが大事だから。行ってきます。はい。よろしくお願いします。